ベトちゃん、ドクちゃんは、下半身が繋がった、結合ソーセージとして、ベトナムで生まれた兄グエンベと、弟グエンドクの双子の兄弟の日本語による、愛称である。兄弟を指して80年代から90年代にかけて、日本のマスコミなどで呼び習わされた。二人が、結合ソーセージとなったのは、ベトナム戦争時に米軍が大量に散布した、枯葉剤の被害の可能性があると報道された。 1988年、ベトが急性脳症となったことを契機として、手術で分離した。コントゥム症特に、日本ではベトナム戦争被害のシンボルとなり、様々な支援の手が寄せられた。ベトナム中部高原のコントゥム症で生まれる。この地域は、ベトナム戦争下で、枯れ葉剤が多量に散布された地域である。二人は上半身二つが一つの下半身で、Y 型につながった。 結合ソーセージとして生まれた。母親フは、終戦の1年後に、枯葉剤の巻かれた地域に移住し、農業を行っていた。彼女は、枯葉剤が巻かれた井戸で水を飲んだという。両親は二人をコントム病院に預けた後に離婚。二人は一歳の時に、ハノイ市のベトナム東ドイツ友好病院へ移され、そこからベト、ドクと名付けられた。下半身がつながった。 結合創生時の写真は日本中に紹介され、ベトナム戦争の爪痕と捉えられ、日本で大規模な支援活動が起こった。1985年6月2日、ベトちゃんとドクちゃんの発達を願う会が福井県鶴ヶ市で結成され、募金を募って二人に車椅子を送った。1986年6月11日、ベトが急性脳症を発症、治療のために、 日本に緊急移送された。6月19日、東京の病院で手術が行われたものの後遺症が残った。1988年3月に母親と再会。その後ベトが意識不明の重体となる。二人とも死亡してしまう事態を避けるため、10月4日にホーチミン市立トゥーズー病院で分離手術が行われた。この手術は日本赤十字社が支援し、 日本から医師団が派遣され高度な医療技術が提供された。ベトナム人、医師70人、日本人、医師4人という医師団を編成しての17時間に及ぶ大手術は成功し、ベトには左足、ドクには右足がそれぞれ残された。ドクには日本から義足が提供された。分離語毒は障害児学校から中学校に入学。 中学校は中退したが職業学校でコンピュータプログラミングを学び、トゥーズー病院の事務員となった。ボランティア活動も行っている。一方、ベトは重い脳障害を抱え寝たきりの状態が続いた。2006年12月16日、ドクはボランティア活動の際に知り合った専門学校生のグエンティ、タイントゥエンと結婚。このことは日本でも大きく取り上げられた。 結婚式では、将来は障害者も働ける旅行会社を設立したい、と語っており、簡単な日本語を話すことができる。また、結婚後に、兄、ベトを引き取り、夫婦で介護していた。2007年10月6日一時、兄のベトが、人不全と肺炎の併発により26歳で死去。2009年10月25日、毒の妻、デュエンが、 通通病院で男女の双子を出産。それぞれ富士山と桜にちなみ、男児はグエン・フーシー、女児はグエン・アイン・ダオと命名された。独は来日を重ねており、2012年8月には東北を訪れ東日本大震災で被災した障害者たちと交流した。その後2017年3月にはベトナムを訪問した天皇皇后と面会している。 2017年4月には、広島国際大学の客員教授に就任した。2019年1月6日、ドクは、ホーチミン市に、日本風の飲食店、ドク日本を開業した。2月中旬、ドクの体調不良や場所代などを理由に閉店した。2020年8月28日、ドクは7月下旬に、日本ベトナム友好協会大阪府連合会。 東京海峡都市部を通じ、不織布マスク17,500枚を寄付した。テレビニュースを通じて、日本でも新型コロナウイルス感染者が増えていることを知り、日本の人たちを心配してのことであるという。マスクは、府内の日本語学校や高齢者施設、病院などに無償配布された。ベトナム戦争において、南ベトナム解放民族戦線のゲリラ戦略に、 対抗指米軍は枯葉剤を大量に散布した。この枯葉剤には、ジベンゾマイナスパラマイナスイオキシン類が含まれていた。ダイオキシン類の一種である2、3、7、8、テトラクロロジベンゾマイナス1、4ジオキシンはマウスで再起形性が出ることが実験で確認されていたため、TCDD による帰形が疑われたが、人に対する帰形性は現在でも未確認である。 ソーセージの融合は2000万分便に1例ほどの発生確率と言われているが、ベトナムでは25年間に30例を起こす。ダイオキシン類が作用する分子生物学的標的は、内分泌拡乱化学物質と同一のものである。ありがとうございます。